ヤクルトのレフト争い、ハイレベルすぎる。山崎、去年のレギュラー、低いようで高い壁、青木、経験値豊富なベテラン。まだまだ戦力だがスタメンは厳しいか、内山、打てる捕手、中村スタメン時のレフト筆頭、丸山、守備走塁は一流、打撃覚醒の予感、宮本、本職内野、他球団ならレギュラー。浜田、ロマンホ、フルで15、20本期待できる、赤羽、UT 枠、練習試合でホームラン、並木、球界一の俊足、ガチで速い、沢井、パワー型新人、情報なさすぎてわからん、松本、二軍打点王、使えば打つ、太田、一昨年の二軍首位打者、使えば打つ、こいつらが外野残り一枠を争う模様。ハイレベルすぎる、青木期待だけど若手やるな、不調続いても使われたらすげえ叩かれるなこれ、争いが激しすぎる。丸山でええやろ、丸山でいいじゃんいいじゃん、外野だけはおっさんと外人が強いよな、塩見も若くはない。内山がレフトできるならええけど、守備範囲狭そう。レフト内山、ライトサンタナは怖いわ。サンタナいらなかったんちゃうか？サンタナはさすがに OPS904 だからレベルがちゃうで。レフトサンタナ、ライト丸山が一番強そうだけど、なんとかしてサンタナレフト守れるようにならんのか？サンタナは守備範囲狭いけど、肩は相当いい方なのでライトに置きたくはなる。丸山のが肩強いし、サンタナ反らしてスリーベース多すぎ問題なんだが。浜田は疲労かな後釜やからな、のんびり待つわ。山崎がそもそもデビューからずっと OPS600 台前半を低空で安定しとるからな。話題に上がらないけど沢井ってどうなの？沢井見た目は30本打ちそうだけど、守備どうなん？山崎は去年頑張ったけど、年俸年齢考えると今年来年でダメやと猶予はないから、踏ん張りどころや。山崎は最近なかなか送球が良くなって、求められてるチームプレーへの理解度は高いんだけど、体力的にシビアなのと怪我がね、チームの戦略の自由度は上がるだけに、まずは怪我から帰ってきてほしい。並木足早すぎて見てるだけでおもろいから、打撃覚醒してスタメン定着してほしいわ。並木のスピードはミルク、塩見と1、2番コンビ組んだら面白そう、だから打撃覚醒してくれ。浜田ガチでどこ行ったん？浜田、太田あたりは投手とのトレードもそろそろ検討される頃合いやな。出すべきだとは言えないけど、確かに浜田トレードで出せば、疲労か、田口の時見たくかなりいいの取れそうな感じはするよな。もっと丸山を見たい。無駄のない走塁と矢のような送球も癖になる。このまま打撃開眼して青木になってくれ。内山のレフト守備がどこまで様になるかにもよるが、期待値だけなら丸山、内山を左右や中村とどちらがマスクかぶるかの使い分けが一番丸いと思う。急に外野の層厚くなりすぎやろ。3、4年前まで外野にベテランしかまともにいなくてやばいと言われてたのに、